何か事件が起きたらすぐ110番へ電話をすれば、本部司令室から直ちにパトロールカーに無線電話で連絡し、その現場に急行します。川崎市警察は本部のもとに4つの警察署があり、604名の警察官を要し、新しく科学化された設備をもって犯罪防止に積極的に活躍しています。何か事件が起こったときは110番へ。ダイヤルでない地区は警察と呼べば良いことになっています。